美容師さんもそう思ってるってことですか？トリートメントは大事って思ってるんですかね？思ってる人は。思ってんじゃないですかね。みんな多分わかんないからしょうがないっすよ、それは。ああ、そうですよね。ビラ、そのメーカーさんに言われた通りやってるから意味あると思うじゃないですか。そうですね。サンネストリートメント出た頃から絶対すぐ浸るなって思ってた。ああ、そうなんですか。もっとなんかすごい還元剤が今後出てくればいいんですけど、ああ、ずっと美容業界って進化してそうに見えて全く進化してないんですよ。そうなんですね。2004年ぐらいから進化してないんじゃないかなと思います。その最終的に出たそのスピエラって薬があるんですけど、それが結構革命的だったんですね。あとはずっと大動脈瘤に産生縮毛矯正って流行って、でまた要は最近の若い美容師さんは見せ方が上手なので、昔のものをうまくこう見せるんですよ。なんでまたリバイバル今来てて、で産生縮毛矯正じゃ伸びないよねって多分なって、またアルカリに走るんですよ。だからもうその流れ全く毎回一緒なんですよ。やり方間違って髪の毛爆発したり、爆発って濡れた状態でアイロン入れるんで、あれ自体のやり方で、繰り返す感じがもう、でまた散熱がなくなってきて、酸ダメだよねって、酸で硬くなるんですね、髪が。なんでまたなんか違うものでって、まあね、多分ね、また予測は、リンゴ酸が流行ると思うんですよ。リンゴさん、リンゴさんが効くってなってなるんですよ、これから。来年ぐらいかわかんないけど。で、大した変わんないよねってなって、やっぱ矯正だよねってなって っていうので、お客さん結構振り回されて、お金使われて髪痛むんで、結構きついっすよ、正直。結局新しいものないからメーカーさんも売り上げ確保するのに迷ってんですよ。だからしょうがないんですよ、なんか出さないと。でもリンゴさんつけてアイロン入れるだけで髪の癖ちょっと取れますよ。まあでもそれ散熱ですけどね。あんま伸びないけど、ちょっと収まる。でも結局ヘナって結構髪癖収まるんですよ。昔からずーっと言われてて。その程度しか収まらないんで、ヘナでいいんじゃない、ヘナのなんかトリートメントみたいにやればいいんじゃないのって話がなるんですけど、ヘナって結構硬くなるんですけど、なんで、すごい効き目はあるんですけど、ちょっと好みがね、あるんですよね。嫌いな人嫌いだし。硬くなる。私結構硬いじゃないですか、毛。で、ヘナやんない方がいいですね。さらに硬くなってしま硬くなる。何もやんなくていいですよ。なんかオイルとかつけてもいいんじゃないですか。オイルはつけてます。それでいいと思いますよ。あ、だって結局それ1年間やってみてください。何も変わんないから、それでトリートメントやってた時と比べてみてください。いや、変わんない。まあでもドライヤー変えたら、そっちも。そういうのいいかもしれないですね。ドライヤー変えるとか。そうですね。ちょっとドライヤーのなんかね、いいやつあるから。ドライヤーってやっぱ違うんですね。ドライヤーね、やっぱりなんか結構、まあ、夜になったらちょっとあれかもしれないけど、結構まとまったりとかするっていう。じゃあ、あんまり髪の毛について解明されてないってことなんですか？そこまで、なんか、はっきりとした。お金にならないから。学者さんもお金にならないことには気づかないんで、命に関わんないじゃないですか。ビジネスにならないから、日本の研究者って、だって髪の毛やったところよりも医療の方を研究した方がお金になるそうですね。流さないトリートメントって、こんなべちゃべちゃな状態でつけるんですか？これね、水とね、反応するとなんか柔らかくなる。じゃあ、シャンプーは大事ですよね。確かに洗浄力強いやつはあれですけど、まあそんな変わんない。ただやりやすいとかあるんですよ、シャンプーに関しては。乾いた時の、それはなんかいいと、髪が良くなるとかっていうよりは、その人に合った、なんか、あ、これなんかこれやった後でやりやすいなっていうのは確かにあります。市販のやつだって、ですか、みんなダメって言うじゃないですか。まあ、あんまりいいものないですよ、でも。市販のやつは。色についてないシャンプーの方がいいですね。ボトルが透明な方がいいですよ。でもその色をつけるっていう理由があったりとかするんで。例えば、必要ないじゃないですか。色つける必要とか、白、なんか真珠、白い。真珠のなんちゃらとかね。
ああいうのってあの色つける必要もないし、ちょっと質感が重いんで、やっぱすごいベッタベタしますね、あのそういう方来たら。